東京亀戸。Elle s'appelle Haruyo Nihei, 84 ans. Elle n'oublierait jamais ce qui s'était passé il y a 76 ans.1945年に入りますと、ほとんど毎日毎日空襲が激しくなるようになってきたんですね。それで2月ぐらいに入りますと学校がお休みになりました。って言いますのは、空襲も激しくなってきたんですけれども、子どもたちが町からいなくなってしまったんです。っていうのは、学童疎開というのが始まりました。年齢に関係なく、1年生でもそれより下でも、お母さんとかと一緒に、おじいちゃんおばあちゃんのいらっしゃる田舎に疎開しました。で、田舎のない人たちは集団疎開って言いましてね、国が決めたところにその学校ごと移動してた。それが3年生から6年生までだったんです。ですから町にはほとんど子供がいなくなりました。で、学校ももう1年生と2年生の疎開する場所のない居残り組だけになってしまうんですね。それからもう一つ、私がとっても印象に残っているのは、男の先生がどん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 いなくなってしまった。どうしてかななんて思ったけれど、戦争なんだなっていうことを、そういうことからも感じました。そういうふうにしてるときに、私は田舎もないし、まだ当時小学校、国民学校って言ってたんですが、国民学校の2年生で集団疎開にも行かれる年齢ではなかったので、亀戸に両親と、居残り組で暮らしてたんですね。で、町も本当にもう街灯もないし、寂しかったです。子供の姿もないし、で、家で妹と遊んでぐらいだったんです。そうしてる時に、2月の末ぐらいから疎開をしてた子どもたちがポツポツ戻ってきたんです。それは卒業式があるっていうことで、卒業式だけは母校でという思いがあったのか、理由はよく分かりませんが、お母さんが弟や妹なんかも連れて戻ってきたんですね。それで3月9日は確か空襲がなかったんです。が、お昼ぐらいから元気よく遊んでた記憶があるんですね。5、6人いたと思います。で、そのやってた遊びっていうのは、もう今のようにこうお家で遊ぶゲームとかそういうものがありませんので、みんな外で遊ぶんです。で、おもちゃなんかありませんからね、そこらのボッキレとかいろんなものを拾ってきてはやってたんですけれど、その時みんなで群れて遊ぶんですけど、やっぱり戦争時代ですから、戦争ごっこが花形だったんです。で、私たちも戦争ごっこをやってました。5、6人か6、7人だったと思うんですけれども、その人数でも3人か4人に分かれて、敵と味方に分かれてね。で、その当時家の周りには国の命令で、家の外に防空壕を作りなさいと、家の周りには2軒で1個使う、お隣と共同で使うという防空壕がずっと並んでたんです。で、その防空壕を要塞代わりなんかにして、バンバンどんどん持ち遊んでました。で、私が小学校なんかに呼ばれて、そんな話をしますとね、子どもたちがちょっと失踪な顔をして、こうぞ手を挙げる子がいました。戦争って怖いのにね、どうして戦争ごっこなんてして遊ぶのっていう質問を受けたことがあるんです。それで、その時に私もああそうだなと思いました。だけど、この時代は学校はもちろんのこと、日本中が戦争というのは素晴らしいことだというふうに教えられてました。
で日本はアジアで一番強い国、弱い国はもうみんな日本が支配していい国にしてあげる。だから戦争っていうのは一番素晴らしいことで、それで男の子は戦争に行って力いっぱい戦ってね、そして敵をたくさんやっつけて、そして自分も死んで帰ってくる。それが一番素晴らしい生き方だし、一番素晴らしい死に方なんだって教えられてたんです。で、女の子の心配の憧れは従軍看護師さんです。ですから男の子は勇敢な兵士、女の子は従軍看護師さんに分かれて、まあ、敵と味方で戦争してます、起こしてます。で、夕方5時か5時半かちょっとよく分かりませんが、その辺だと思います。私の母親がご飯だよって呼びに来たんですね。それでみんなで、じゃあまた明日遊ぼうね、明日ねって言って手を振って別れた。その夜に3月10日の大空襲があった。私の家は木造の2階建てで、小さな商人の家でした。それでいつもは私たち子供たちは2階に寝てたんですね。ですけれども、この3月に入りますと空襲が非常に激しくなってくるんで、父が逃げる時にはみんな一緒に逃げなきゃいけない。だから全部ね、下の狭い6畳ぐらいの部屋でしたけれど、そこに家族全員で寝るんだって言って、その6畳間にお布団をびったりと敷いてね、それで5人で頭を突き合わせるようにして寝てました。だけれども、ほとんどその両親は寝てなかったと思います。一晩中交代で起きてたんじゃないかと思うんですね。それで寝るときにはちゃんと訓練されてまして、空襲になってなると電気が一斉に消されます。ですから真っ暗になっても着替えができるように、枕元って昔はお布団ですから、壁と布団を敷くとこの30センチぐらい隙間があるんですよね。そこ枕元って言ってたんですけど、そこに脱いだ着物は、洋服は脱いだ順にこう自分で畳んで上に重ねて、それでその着物の自分で決めて、右手にはリュックサック、左手には防空づき、それから衣類のその向こうのちょっと上の方には私は靴を置いてみました。そうしますと暗闇に真っ暗になっちゃうのは、順番さえ間違えなければ、まあ、どうやら着替えができる。それに今のように全部下から全部脱ぐわけではないので、そうやって着替えができて、リュックを背負って防空ズキンをかぶって靴を履いて出ることができるので、そんな訓練をされてたんですね。で、その3月と9日の夜はカレーを食べたような気がするんですけれど、それでちょうどラジオから「お山の杉の子」って、その当時小国民の歌、子供向けの歌が流れてて、それを聞きながらなんかどこに入った記憶があります。それで、あれか後で調べたら10時半ぐらいってなってましたけれど、その頃一度警戒警報が鳴ったんです。そして父が外を見に行ったんです。そしたらB-29 が2機ほど飛んでたけど、みんな千葉の方に行っちゃったんでね、大丈夫そうだから出ていいよって言ったんで、またそこに潜り込んだ記憶があるんです。それからしばらくしてからです、またお父さんがね、外から飛び込んできまして、今日はいつもと違うから起きろって言ったんですね。でも私はもうバネ仕掛けの人形みたいにパーッと飛び起きました。そして先ほど枕元に脱いだ順に重ねていた衣類をこう着替えをして外に出たんです。そうしましたら、うちはその前は京葉道路言いまして、当時は千葉街道っていう国道が通ってたんですけど、それで商人の商店が、小さなお店がずっと並んで、お店屋さんとか駄菓子屋さんとかいろいろずっと並んでたんですけれども、その京葉道路はまだ火はそんななかったです。ただちょっとね、なんか火の粉のようなものが飛んでた記憶がありますで、風がものすごく強かったのは覚えてて、なんか不気味な夜だったんです。私は
家のそばにできている防空壕、昼間戦争ごっこで遊んだ防空壕、お隣と共同の防空壕に入ろうとしたんです。そうした時に何気なしに周りをちょっと見たらば、うちの一軒置いたお隣に二見さんっていう瀬戸物屋さんがあった。そこに私と同級生の正雄ちゃんっていう男の子がいたんですね。その子が当時3月とても 寒くて防火用水の水が凍ってたんですね。でその正雄ちゃんはその、防火用水の上に乗ってまたがってね、無心にその氷を砕いて、そんな姿を見ながら私は自分の家の前のある防空壕に入ったんです。でそこはお隣と共同で使うので、私が入った時にはお隣の家族がもう 5,6 人入ってたんです。それで中は10人ぐらいしか入れないので、うちは母と妹と私の3人だけいると思いました。で兄は中学生でしたので、勤労動員の時代だったので、いち早く自分のいつも行ってる動員先の工場に行ってしまったのか、もう姿はなかったんです。父は防空壕に入ってはいけないという規則がありました。ご存知と思いますが、防空法という法律です。そのために父は防空壕に入れずに周りの様子を見たりなんか作業してたんだと思います。で防空壕に入ってましたので、ただ土を掘った横穴みたいなところで、入り口も一つしかないんですね。で薄っぺらな森、土をしたものですから、最初はね割と静かだったんです。だけどそのうちにどん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 周りの様子が激しくなって、壕の中に響いてくるんですね。それがとっても怖かったのを覚えています。バタ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 ね、その防空壕のなんか頭の上を人が走り抜ける音とか、それからバシンバシンって何か炸裂するような音とかね、それから家が燃えるんですよ、ね、ゴーッていう音とか、それから子供たちがねキャー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 叫ぶ音。私はもうお隣の家族とずっとこの日に固まってたんです。そうしてる時に外で見張ってて、父が道の中にいて、みんな防空壕から出ろって言って、そこに入ってて虫焼きになるぞ、だから早く出ろって言った。それで私は母と妹と私がつながって出ようとしたんですね。そした時に先に入ってたお隣のおばさん、私のお友達のお母さんが、あんた外へ出たら焼け死んじゃうよ、だからここにいなって言ってね、私のこの服を引っ張って止めてくれたんです。だけど私は父が出ろって言うし、母も妹も出るので、そのおばさんの手を振り切るようにして外に出ました。おばさんご一家は中に残ったんです。で外に出ますと、さっき防空壕に入った時とはもう全く様子が違ってます。広い国道の京葉道路は一面にね、火の川のようになって、真横から火が吹きつけてくるんです。その中を錦糸町の方から逃げてくる人たちがみんなこう子供を連れて、赤ちゃんをおんぶして、で荷物を持ってね、必死で逃げてくるんですね。そうしますとね、そういう赤ちゃんをおんぶした背中でおんぶされてた赤ちゃんが火がついて、赤ちゃんがお母さんの背中で燃えてるんです。でもお母さんは気がついてるのか、周りの手をつないでる子供に気を取られてるのか、燃えた子供をおんぶしてそのまま走ってる人たくさん見ました。それから手をつながれてる子供たちもみんな小さいです。で夜中なんですよね。ですから大人と歩調も合わないし、そういうことで、ね、転んじゃう子がいっぱいいました。そうしますと地面は火なんですね。どうなるかもご想像いただけると思うんですけれど、人は生きたままね、その場でギャーってものすごい悲鳴を上げて焼き殺されていくんです。それで火の塊みたいになってコロ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 と転がっていきましたね。で防空壕から出て、私たちもその火の渦のような火の川のようになったところを
私たちも4人家族しっかり手をつないで走ったんですね。うちの周りは木造の2階建てが多かったので、ものすごい勢いで燃えてました。そういう中に、ね、消防士がやはりたくさん出てました。でも今のような立派な消防自動車でもないし、消防服でもないんですね。ただ普通の服にちょっと長めのこう防空頭巾のようなものをかぶって、あと鉄かぶとって言って鉄のヘルメットを頭に乗せて一生懸命水をかけてたんです。だけど水がね全然出なくなっちゃうんですね。あまりにも激しい火で、なんかこうあまりの体感になると空気中の酸素も燃えちゃって火が出なくなってしまうんです。でも消防士は絶対に自分の持ち場を離れてはいけないという先ほどの防空法があるから逃げることが許されなかった。で、出ないホースでも一生懸命水をかけてました。そうしますとね、その消防士に服に火がつくんです。自分の体に火がついてホースを持ったままにバタその場に倒れていくんです。みんな生きたまんまでした。で、私はそういうのを土手の中腹からずっと見てたんですけど、ね、暑いだろうとか苦しいだろうとかそういう感情が全く記憶にないんですね。ただあーっと思って、ただそこに吸い付くようみたいにこう見てたように思うんです。だからその場だけの、あの光景だけが頭にこう焼き付いて今でも離れませんね。でそうしてるうちに土手にもたくさん火が回ってきたんです。家族4人再びまた手をしっかりつないで土手を降りて、また京王道路駅の方に向かいました。で少し行った時に、ね、私のかぶってた防空頭巾に火がついたんです。父が見つけて頭巾を取れって言って、私の手を、ね、父は私のこの右手をしっかり掴んでたんですけど、その手を無理に離して顎で縛って、今のマジックテープないですからね、はいはい、その紐をほどいて頭巾をパーッとこう投げたのを覚えてます。その防空頭巾が真っ赤の空にヒラヒラヒラーッとこう舞い上がっていくのをなんかあーっと思って見てた瞬間にね、ものすごい勢いの強い風が私の背中をドーンと押したようになって、私は一人だけ吹き飛ばされてしまったんですね。それでそこで両親や妹とはぐれてしまいました。で一人でぐるぐるぐるとこうどう逃げたのかよくわからないんですけれど、一人でぐるぐる逃げ惑ってた時にふっと真っ暗な場所に出たんです。でそこがちょうど今亀戸駅の大きな交差点のくず餅屋さんがあるんですが、多分あの辺まで行った時に鉄筋だったんで火が燃えなかったんですよ。一角だけが真っ暗だったんです。なるほど。でそこまでたどり着いた時にその真っ暗ななんかの物陰に人が一人にぼんやりとパーッとこう立ってるんですね。で体から火をピッピッピッピ離して燃えながら立ってたんです。で私は思わず消してあげなきゃと思いました。その頃学校でね、焼夷弾なんて怖くないんだ、火を見たら必ず消しなさい、消せと、それを逃げたら非国民だって言われてたんですね。それですから消してあげようと思って、そうはその人に近づいてった。で何かでこう火を払いのけてあげようと思った時に何にもこう消してあげられるものがなかった、はい、私は思わず自分の両手を出しました。両手でこうやって火を払おうとした。そしたらその燃えてる人が何を持ってか手を私に向かってふわーっとこう出したんですね、うん、来るなっていう合図なのか助けてっていうことだったのかわかんないんですけど、そしたらこの手からいきなり炎がメラメラメラっと上がった。でその炎は私には赤く見えませんでした。なんか青いような緑色っぽい炎、今思えばとても怖い雰囲気なんですけど、その時の私にはとても綺麗に見えて、で私はまたもっと近づいてまた消そうとしたの、はい、そうした時に後ろから誰だか分かんないんですけど、あんたそんなとこ行くと死んじゃうよって言われて、その声に弾かれたようにその場をちょっと離れたような気がし
で離れた時何かにこうぶつかったんですよね。それでその時にそれ熱いと思ったんです。それがこの熱さを感じた初めてでした。うん、熱いと思った瞬間にハッと我に気がついて、我に帰った時に父も母も妹も誰もいないことに気がついた。その時の恐怖ってちょっともうどうしようって一瞬思った。ちょっと言葉で表せないんですけど、本当にああどうしようと思いましたね。そうした瞬間にね、今度いきなり私のこの右腕をガーンと掴んだ人がいるんです。で私を炎の中ぐん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 引っ張っていくんですね。で私はお父さんなのお父さんなのって夢中で聞きました。でも爆風と周りの炸裂音がそうなんで返事が全然聞こえないんです。そのうちに私もね、どういうわけか体が急に動けなくなっているんです。その場にこう倒れ込むようにしゃがみ込んでしまって、そこまで記憶はあるんです。であとはどうも気を失ってしまってます。そしたらその私を捕まえた人がもういくら引っ張って蹴飛ばしてもね動かないので、私は自分のこう懐胸にこう抱えるような形でこうその場にこう伏せたそうです。私を抱えて、はいはい、それがちょうど亀戸駅の今の交差点のど真ん中だったようなんですけど、はい、そうするとそこへこう逃げてくる人が四方八方からいっぱい亀戸駅の避難所に指定されてたようなんです。ですから亀戸駅に向かってみんなが逃げてくるんです。で周りは何にもないので、私とがこううずくまっているところに大勢の人が次から次へと折り重なるように集まってきた。やっぱり人は怖いから誰かいるとそういうところに寄り添ってくるんですよね。何人かの人がこう集まって、なんか私がその一番下敷きになってしまった。でほとんどあの気を失ってるんですけれど、時々なんかふわーっと気がつくことがあるんです。そうすると今度はものすごく苦しかったです。重いし暑いしね、もう朦朧としてるんですけれど、そういう中でまた声がするんです。で今度はあの男の人が来るんです。俺たちは日本人だ、俺たちは日本人だって潰されたような声で叫びが聞こえた。死んでたまるか、生きるんだ生きるんだって言ったんです。それでまあどのくらいの時間が経ったのか、あの辺が全部燃え尽きてしまって、燃えるものが何にもなくなった時に火が自然に鎮火した。それが10日の明け方と思います。その時に私がその一番下から引きずり出された。その時にやっぱり私を炎の中で見つけて助けてくれた人、一晩中声をかけ続けてたのが私の好きだったんです。で、あお父さんって言ったんですけれど、父はそんなことには何にも答えずに、たった一言ここを動くなって言っただけで、まだ煙がもうもうとして何にも見えないようにその中にどっかに消えちゃったんですね。今までのあの騒音とかものすごい共感の叫びは一切ないです。動くものもない、ただしーんと静まり返ったこう白濁色のような、1メートル先も見えないような世界がバーッと広がったんですね。私の上に折り重なるようにしてた人たちはみんな真っ黒なね炭みたいになって焼き殺されてました。私はこの日ですから本当に生きたまんま焼き殺されてしまった人たちの一番下敷きになった。で死んでった人たちに守られて、ね、生き残った、そういうふうな思いはずっと消えません。でそこにこうじっと立ってた時に人影がやってきたんです、霞の中から。それが父と母と妹でした。まあ父だか母だか分かりませんでした。ボロボロで目は焼夷弾で焼け肌出るしね、もう本当に誰だか分かんないんですけど、5歳に今
まあ、6歳になんなんとする妹が足が痛いよ足が痛いよって言ってたんです。で父も母もほとんど目が見えないのでどんどん下敷きになってるがゆえに目の見える私が4人を手を引いてね、今度お兄さんを探し、父がまっすぐとにかくまっすぐ行けって言われたので、その京葉道路錦糸町の方に向かってまっすぐ歩きました。その地面はまだ熱くてね、足がピタッとつけないんですね。履いてた靴はなくなっちゃいました。それでこうつま先だったんだけどね、その熱いだけじゃなくて足の踏み場もないくらいに死体がゴロ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 、みんなもう真っ黒に焼けたい木の焼けぼっくりみたいになった人が道一面に散らばってるんです。それを踏まないように避けながらね歩くんですけれど、父も母もほとんど目が火傷してるんで、死体に何人か何人もつまずいたり踏んだりしました。で妹はこの母といたんですけど、ふくらはぎに火の粉が入っちゃってじわじわ火傷してたんですよ。で、つま先を引きながら自分の焼け跡の家のそばまで来た時に、どこが自分の家だかわからないんです。一面焼けの粉、その時にどこだろうと思った時に、焼け跡のねのところに一枚のお皿がポンと顔を出してたんです。それはあの私が大好きで安物のお皿なんですけどね、はい、こう3箇所に花柄がついてる、ちょっとかわいいお皿だった。ポンとね、春江ちゃんここだよって言わんばかりにこう顔を出してたんです。あそこだっていうのが分かって、そこへあの両親みんな連れてって、そしたら水道管が一本焼けてもうむき出しになっちゃってるのがあって、蛇口をひねったらお水がタラタラって出たんです。それを4人でこう手ですくって飲む、それが初めて口にしたものでした、ね、冷たくてとても美味しかった。そこにね、ドブネズミみたいになった少年がやってきたんですよ。それが兄だったんです。やっぱり動員先で同僚とドブのヘドロを浴びながらね、両親を探しながら自分の家のあったところまでやってきた。ドブドロの何だか分かんなかった。それが兄で、うちはおかげさまで、まあ、バラバラになりましたけど、はい、焼け跡で再会できた。それで、まあ、そこにもいつまでもいられないんで、おじの家にボロボロのまま電車がないから歩いて、そういうふうな生活がその日で終わりました。終戦を迎えたのは、私は長野県の岡谷というところでした。母の若い頃の知り合いの人が長野県の岡谷で大きな製紙工場をやってたんですね。だけれども空襲というか戦争の時代、製紙工場がダメになって、多分軍需産業に手を出してたんだと思うんですけど、岡谷で一番大きなお宅だったんです。そこはもう本宅はもう今でも文化財として残ってますけれども、いやそうなんですか、県か国の文化財で、この間今2年ぐらい前に妹とちょっと探して訪ねておったら、はい、ボランティアの方が何人もいて建物の説明をしてましたけども、そのぐらい大きなお家があります。え、家の名前なんですか。林って林、うん、岡谷の岡谷駅のすぐそばです。林って言えばすぐ分かります。あそこのお宅の工場で働く工員さんたちの宿舎がそばにあったんです。そこの一部屋を貸してくださってね、それで父も兄もそこでの工場で働かせていただいて、まあ、生活しようかと思って、そんなことでした。で母は工員さん、そう、もうほとんど戦争でいなくなっちゃってたんだけど、まあ、5、6人いらしたのかな、そこ の、ま、昼食の用意をするまかないみたいな仕事もさせてもらって、まあ、終戦までが1年間ぐらいいたんですね。でそこで8月15日を迎えました。でもう学校は転校続きで、
友達も全然いないんですね。で、田舎の学校で私なんか都会っ子だから田舎の生活にも慣れないし、言葉もわからないしということで、8月夏休みも友達もいなくて、ものすごい暑い日だったんですけども、意外とその家の玄関から表眺めてたんですね。その眺めてた時に母が、これから天皇陛下様の大事なお話があるから部屋入りなさいって呼びに来たんです。それで初めて2階上がりました。2階は行員さんたちの部屋でだったから2階は行っちゃいけないってことになってたんですけど、初めて上がったんです。そしたらラジオが真ん中にあって、5、6人の行員さんたちが座って、そこに父も兄もそれから母も妹もいて、母の隣が私の座る場所が作られていたんです。そしたらあのラジオから音が聞こえてくるんですけれども、それが日本人が初めて聞いた神の声、いわゆる声という、はい、天皇陛下、神の声、はい。でもじーっとしてるんで、私もじーっと終わるまで頑張ってました。で、終わってから母に、今何があったの？何があったの？って言ったら母が、戦争が終わったんだよ。だけどね、日本は負けたんだ。その時に私、その場に立ち上がってね、叩いて、うわじゃあもう苦しがないんだね、苦しがないんだねって手を叩いて小躍りして喜んじゃったんですよ。そしたら私のちょうど向かい側に座ってた文法教育をたっぷり受けた兄貴がいきなり私に向かって殴りかかってきました。バーンと殴りつけてね、バカ野郎、今日本は負けたって、神風が吹いて必ず勝つ、そういうお前みたいなことを言うやつは憲兵隊に連れて行かれるぞって言って、その場から引きずり出されて、めちゃくちゃに殴られた記憶がある。だけどそれを見てた大人たち、止める人は何もいなかった、みんな表紙抜けしちゃったのか、なんかぼんやりしてたのか、殴られっぱなしでした。その後どういうのって、その後の記憶はもう全然ない。よくアメリカ兵は憎くなかったかって聞かれますけれど、私はそういうアメリカに対してそういう憎いとか仕返しをしてやろうとか、そういう気持ちはどういうわけがないんですね。で、空襲は怖かったし、怖かったけれども、アメリカ人と空襲戦争しているってことも聞いてましたけれど、アメリカ人って見たこともないし、全然想像もつかない、アメリカに会うこともなかったから、あまり憎いという気持ちはなかったです。むしろ空襲になる前から、はい、憲兵隊っていう言葉を聞くたびにブルッとするんですね。憲兵隊っていうのは、人がおしゃべりしてたりなんかして、国と戦争が嫌だとか空襲が怖いって言うとすぐに警察に連れて行かれる、そういうこと絶対言っちゃいけないって、ね、軍隊の中の警察で直接庶民を管理したのは特別高等警察、特攻警察だったんですけど、もう兄も憲兵隊って言ってたから、なんかそちらの印象がとても強いんですね。とにかく警察と憲兵隊が怖かった。それは、その戦争が終わった後も変わらない。そうですね、やっぱり戦争が終わったとの瞬間も憲兵隊に連れて行かれるぞって言われたくらいですから、はい。東京に、とにかく戻らなければ商売もできないとかっていうことで、東京にバラックを建てて、今の住んでるところちょっと奥だったんですけれども、そこに建てて住み始めたのが昭和22年の半ばぐらいだったんですが、その時にはもうもちろんジープやなんかでアメリカ兵や京葉道路をたくさん通ってました。だけど私たちにこうやって手を振ってくれるんです。だから私も手を振ったりしてね、はい、だけどチョコレートを、ギムビーチョコレートとかなんかそういう言葉はよく聞きますけど、はい、私はそういう経験ないです。それでもしねジープからチョコレートとかお菓子を投げられても、父はそれがプライドがあったんでしょうかね、絶対にもら
拾ったりねもらったりしていけない、それだけはやってはいかん、全然厳しく言われてました。だからそういうのを手にしたこともなかったです。やっぱりあの本当に働くところがなかったり食べるものがなかったりね、それからいろんな病気が流行ったり、そういうことで庶民の生活が不安定になってきてますよ。だから今本当は本当の意味での平和ではないかもしれないです。だけど戦争がない、戦争をしないっていうことがやっぱり平和の基本だと思うんですよ。ですから今そういう社会的不安があってもやはり戦争がをしてない日本は直接戦争をしてないことですね。今戦争協力はしてるかもしれませんけど、直接戦場にあの 兵士を送ってそこで戦闘を交えて相手を殺したり自分たちも死ぬっていうそういう状態が76年間ないということはとても幸せな国だと思います。 ですから社会的不安はあってもやはり平和の基本は戦争をしないこと、戦争がないことだと思います。で今まで戦後の方たちは突然の日常が奪われるっていうことがどういうことか分かんなかったと思います、だけどもこのコロナによって本当に日常が奪われるって学校も去年急に閉鎖になって、学校が休校になったという知らせを受けた時、私はハッと自分が小学校2年生だ国民学校2年生だった時のあのことが思い出されました。だけれども学校の様子はやっぱり違ってますね。学校はもう本当に真っ暗でした。私の学校が急にお休みになった時はどの教室もピタッと閉まっちゃって、そして先生もいない。学校の中を兵隊がね、コツ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 とこう歩いてくるんですね。非常にあの恐ろしいところだ。でも今回学校が閉鎖になっても学校の中は明るいし、先生もいらっしゃるしね。やっぱりあの違うな。で、あのごく一般的なことかもしれませんけれども、そうやってあの病気とか失業とかいろんな生活の問題とかで日常あの苦しいかもしれませんけれど、でもやはりそういう中で やはり人々はそれなりにあの日常の生活をして、毎日を生きていると思うんですね。そういうやはり毎日何気ない日常がずっと続いていく。で明日また遊ぼうねって私たち子供が約束したけど、その明日がなかった。やはり明日の約束ができるそういう時代が私は平和だと思います。こんな年寄りが生意気なと思われるかもしれないんですけれど、私はあのやっぱり今の若い人たちに本当のことを知ろうとする気持ち、そういう気持ちが欲しいんですね。あの今国会討論なんかも聞いてるとまた同じことやってる、もう去年から森田の欠田の桜田の、同じことばっかり言ってる。だけどあれはとっても大切なことだと思うんです。私たちは子供の頃だったけれど もとにかく嘘で固められてました。で本あの天皇陛下が神様で 神風が日本は必ず勝つ、そんなこと絶対なかったんですよ。自分ので本当のことを聞きたい、自分の気持ちを言おうとしたりする時には言葉を奪われたし文字も奪われたし、そういうことが絶対あってはならないと思います。今は本当のことを知ろうとすればいろんなこういうメディアがたくさんあります。ですから放送規制があってもやっぱり知ることはできると思います。だからやはり本当のことを知ろうとする気持ちを持ってほしいと思います。でこれはちょっとおかしいなと思ったらやっぱり自分で調べてみようっていうね、一歩踏み込んで
そうするといろんなことにぶつかると思うんですね。そうした時にやはり自分の言葉で、自分の文字で、ね、ちゃんと自分の意見を言える一人一人であってほしいなと思います。あとはもう一つはやはり心の問題ですけれども、やっぱり優しさとか思いやり、まあ、古い言葉ですけど敬愛っていうか尊敬する、そういう、うん、相手を思いやる心、気持ち、それがあれば戦争はないんじゃないかなと思います。ですから本当のことを知ろうとする気持ちと、それから相手のことを思いやる、思いやり相手を尊敬するっていうか、そういう心を気持ちを持ち続けて持っていただきたい、うん、私もそういうふうに今もうあと 何時間生きられるかわからないですけれど、一生懸命自分でもそう思ってます。ありがとうございます。いや今日本当にありがとうございました。貴重なお話を。